ゼロサム20周年応対主義になんてなりたくない。リディ喜べ、リディ、ようやくお前の婚約が決まったぞ。相手は王太子殿下フリードリヒ様だ。まあ悪夢だ。私リリアナ・フォン・ビボワールには前世の記憶がある。魔法や魔術、身分制度が存在する今の世界とは全く違う。日本という国の成人女性だったと思い出したのは幼少の頃。父はこの国ヴィルヘルム王国の宰相かつ筆頭公爵。その娘である私は昔から王太子妃候補に上がっていた。王太子殿下フリードリヒ様、私の3つ上の21歳、金髪碧眼の美形で優しく穏やかな方らしい。普通に考えれば優良物件だが、ちっとも惹かれない。その理由はこの国の王族が一夫多妻制度を採用しているから。前世日本人の私が受け入れられるわけないじゃない。だからこれまで王太子に出会いそうな機会は全部潰して逃げてたのに。今日は頭痛が下痢の数々。なんでこうなった。そういえばこの前マリアンヌとのお茶会で仮面舞踏会。ええ、中でも最近上位貴族しか参加できない催しによく現れる男性がいるそうですの。へえ。明らかに高貴な雰囲気の方と聞きますが、いつも舞踏会の途中でどなたかと抜け出してしまうのです。どこへって、それは野暮な質問ですわ。楽しそうね、マリアンヌ。その中の一人にお話を伺ったのですけれど、それはもう素晴らしい体験だったとか。でも絶対に二度はお相手してくださらないらしいですわ。この世界では処女性というものはさほど重要視されないが、王族だけは処女であることを正妃の条件にしている。つまり婚約破棄するにはその人に私の処女をもらってもらえばいいんだ。そうすればお父様も諦めるしかなくなるし、前世のリア充秘書女経験を生かせばなんとかなるはず。後腐れもないし完璧。我ながら素晴らしい案だわ。噂によればその男は随分な遊び人みたいだし、きっと大丈夫。今の私は容姿には自信がある方だ。胸だってそこそこある。どうせ初めてを捧げるなら上手い人の方がいいし。そうと決まれば急いで直近の仮面舞踏会を調べなくちゃ。まずはマリアンヌに連絡よ。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。グッドボタン、コメントもよろしくね。